ございます。先日フープ原さん改造のフロッグが優勝をかっさらいましたよ。素晴らしいですね。あれの肝についてもまたいろいろ教えていただけると大したことがない、山本さんがうまかった。詳しくは小岩のバーフープへということで、ぜひぜひ、はい、で今日三島なんですけども、1月の三島港釣れる気がします。結構釣果見てても1とかの日が多くなってきてますからね、ちょっとあんまり油断はできないなという感じで、はい、よろしくお願いします。おはようございます。1月の三島湖に来てみました。坊主を食らわないように、今年まだね、3回釣り行ってるんですけど1回も運よく坊主食らってないんで、今日もまずは坊主逃れを目指して頑張りたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。この手の釣りで出たらまあまあサイズありそうだから、飽きるまでちょっとこれちゃんとやりたいんですよね。水温7度、水温7度で 4.1m。 あ、でもこれそこにいるの魚じゃないの。いや、この下にいい感じのオーダー入ってますね。はい、これにあのデカバスついてればアラバマとか浮いてパクンチをしてくれるかもしれないですね。はい、この岬絡みで下になんかある。はい、ここで 5m、 岬のとこで 4m でなだらかに今かけ、あ、でそこの方に小田みたいなのあるんですけど、それに魚マークが映ってますね。これなんだろう、小田なのか魚そのものなのか。あ、結構なんかそこにガビガビした、なんか多分小田だと思うんですけど、結構魚だとちゃんと魚マーク出るんですよ。ってことはこれは小田じゃないかな。まあまあちょっとやってみましょう。ここでもう 6m なんですけど、中層の 3.3 とか 3.4 にお魚マークいっぱい、はい、いらっしゃいますよ。これがベイトであればかなり、まあでも映り方的に超ちっこい感じですね。いやー、風吹き出しちゃいましたね。はい、1月の三島53。まだまだ朝ですよ。53、もう一回上がりましょうか。いやー、めっちゃ嬉しい。やーほー、でっかいっすねこれ。あー、三島クオリティのでっかいバス。口に、あ、マス針切ってる。ライトリグ食って取ってあげましょう。こんな小さい、こんな食うんだね、こんなのね。
でブチ切ってこれ、わあ、ね、ちょこれは開示3ポンドじゃ取れないですこれは。これはな、じゃあちょっと重さ下顎を、はいはい、でゼロで、はい、もらって大丈夫です。はい。おお、出た出た出た。はい、2.2 キロですね。じゃあリリースで。超嬉しい。ありがとうございます。タックル説明お願いします。ただのあれだよ。ロックマさん。はい。ポンドで、はい、これ自家製アラバマリグ、おーグニュグニュですけど、グニュグニュ、ね、使えないぐらいこれで引っかからないよ、ね、オフセットにして引っかからないようにして、下今どれ食ってました、ケツ、あケツのやっぱそれで、竿はレジットデザインのフロッグ6級のフロッグ竿、リール、これは TWS タトゥーラーで、ギア機 6.3 のモデル、16ポンドライン、いやいいもの見せてもらいました、ありがとうございます。肝は何もねえよね、投げ続けることじゃん、キープキャスト負けば動くのだから、なかなか1月にそれができないんだよな、いやお見それしました、いいもの見せてもらいました、よし、はい、イノシシだイノシシ注意、イノシシ軍団だ、さよならバイバイ、あんまでかくねえな、イノシシチャンスでしたよ、イノシチャンス、50アップも釣れたし、持ってますね、浜さん今日持ってねえ、別に命しか関係ねえよ